第9球投げた打ちました初球打ち右中間へ持っていきましたが取りましたこれでワンアウトランナーはありません。こんなことある？ネットより上に体あるやん。こんな席座って野球見れたらずるいわ。第3球を投げた。これは羨ましいな。さあ4球目打った痛烈な当たり。めっちゃいいね。足グッと引いたところも良かったよ。外崎ツーベースヒットスワローズ先制のピン。第9一応ねライターの設定にしました。これからだんだん暗くなっていくんじゃないか。多分夕方ですよね外ね。これ移っていきたい移動もしたいけど誰かの打席投球はこれから3球目森友哉が3番あれじゃあ1番は誰やったんやろ。1番のスパイゼンバーグは赤かったな。スワローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投球これから5球目。ここでもボードなくない？見づらい。ちょっと待って。第6球を投げた打ちました。第7球を投げました打ちました。二塁ランナー三塁へ。一塁へ送る。春はボード。スワローズ出場します。第9ボード。第2球投げました打った。ファールボール。スワローズここは引っ張りに警戒します。結構そのクオリティ上がってて位置変えても覗き込めるんですよ。フラフラッと上がった西浦落下点に入った取ってこれ第9投げました変化球見送ってストライク。ここはちょっと見えないですね。このファンの頭がすごい邪魔で投げました打ちましたいい当たり源田ダイレクトでボールを掴んでアウトワンアウト。第9球見送ってストライク。扇風機ある。投球これから2球目決まったストライク。追い込んで第3球を、なんかお肉屋さんみたいなのがあるし、すげえ。第4球を投げた見送ってボール。ピッチャーはカウントあの上見えてるんかな。この上ですよね。小さすぎひん。投げたインコースのボール左へレフトの左どうファール第6球は狙ってんなセーブ。第9球あ逆変わってるわもう松坂や初球見送ってストライク。第2球山田哲人対松坂投げた打ちましたセンター前に出るヒットセンター前ヒットになった山田ナイスバッ第9続けて欲しかったな。ストライクになった盗塁成功ランナーが2塁に進んでいます。ハンカチ王子が続けてる限り松坂は続けていいと思うけどな。2塁牽制2塁タッチはセーフストライク。これヤクルトの席じゃないこれ。第4球を投げた打った引っ張ったクリーンヒット2塁ランナー3塁松坂ホームに突っ込むスワローズまずは1点先制第9投げました。看板とかも再現度高いのかな。ご飯が進むとかもありながら第2球投げました内角へストライク。さあ移動しました。第3球を投げました打ったいい当たりだレフトへの当たり取りました。第9投げましたスライダーボール。夜になってきた。第2球2球目ストライク。第3球を投げました。ここちょっと外の景色を楽しめるんや。第4球は打ちましたフラフラッと上がったセカンドが落下点に入りました。なんかなでもこの雰囲気これでワンアウトランナーはありません。第9沈み込むこと初球空振りいきなり150キロ選手目線で見れる。待ってこれパワープロもあれじゃない。西武ライオンズ寄りの作りしてない。こんなになんか視線変わったりとかなかったよ。関西に冷たいねんな。第2球投げたチェンジアップはボール。第3球を投げた打ちました。誰も見ないだろうなと思って撮影してますけど。第4球を投げた打ちました。朝一からのレフト前進ヒット VR は目がチカチカするな。第9球初球を打ちましたフラフラッと上がった。底辺 YouTuber ですからね何でもどんどん撮影していかにはしゃあないですけどね。
これはあの座ってる感覚がすごいするんですよ、この視点。ちょうど今そのゲームしてる時に座ってる席と同じ感覚やから、自分の家の座席が客席になった感じがすごいする、フィットしてる視点が。さっきまではなんかこうちょっと神様視点みたいな感じだったんですけど。第2球、内角低め、ボール。第3球を投げました。ここで送ってきました。取った、一塁へ送る、一塁アウト。さあ、なんかでもあの外野席は危険な匂いがするな。少し迷ったか。第2球なんていうの、投げました。ツーシームはもうちょっとやんちゃな人たちが第3球を投げました。外にこう出ていきそうなイメージがあるな、ああいうスペースがあると。第4球を投げました、打ちました、センターへ飛んだ、ヒット。センターからサードへ、ずっと座ってられないですね、ここ出たがるよね。大体ここは中間守備を取りました。この後ろのスペース。さあ次の投球決まってストライク。第3球を投げた、ここでタムロしたくなる感じがする。バッター追い込まれました。第4球を投げた、ボール。さあ5球目、いいなぁ、甲子園は不便です。第2球投げた、ボール。ライオンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。松坂になってる。投球は3球目、打ちました、キャッチャー落下点に入りました。掴んで、ちょっと試合は無理。第9投げた、初球はストライク、いきなり151キロ。第2球最初にいいのか。2球目空振り。第3球はボール。あ、この席悲しい。なんか投げた、チェンジ。第1球初球を打った、セカンド正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。第1球投げました、打った、ファール。第2球空振り。全体的にこう低いですよね。投げました、打ちました。山田バックしていった、取ってこれ。セブライオンズってもしかしてホームラン出てんのこのせい。第9球なんかフェンスもみんな低い感じがするけど。1、2塁間のゴロ、1塁送球、松坂取って。第9球投げました、見送ってストライク。第2球、え、打席数多いな。投げました、空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました、打った。なんでこんな打席数あんの、おかしい。これで2アウト、ランナーありません。甲子園の倍ぐらい打席移動してる。投げた、もうアングルが。第2球投げた、完全に外れた、ボール。これ寝とけるところじゃないの、ひょっとして。いうかね、投げた、ストライク。さあ4球目、ボール。ほんと回ってきた、この分。これ三塁側、村上君や。次は5球目、投げた、変化球見送ってストライク。俺ブルペン投げてたら見れんのかな、無理か。さすがに引っ張った、切れていきます、ファール。投げました、打った、強烈な当たり。このブルペンに投げさせるって設定がないんですよね。村上ナイスバッティングです。これがもしあれば、初球から打ってった。現在頑張ってる感じ伝わってくる。第9球投げました、ボール。スワローズここは引っ張りに警戒します。第2球投げました、決まった、ストライク。ずっと喋れるけど、これ投げました、打ちました、いい当たり。西浦ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9球球場紹介だけね、ストライク、振っていきましたがかすっただけ。第2球投げました、ストレートはストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。ここピッチングしてた最高やのにな。コナミに友達おれへんかな、誰か言ってほしいわ。ブルペンに人立たせてほしいって。アウト、これで2アウト、ランナーありません。第9球投げた、初球空振り、チェンジアップに全くタイミングが合いません。第2球投げた、見送ってストライク。これね、パワープロ系人気 YouTuber であれば意見できるんやろうけどな。第3球を投げた、パワープロじゃないんだな、プロ野球 VS なんだな。
第4球を投げた、打ちました。どんだけ打席数、打席っていうかアングル数あんの、これすごいな。あ、これもいいですね。打ちました。こんな席絶対悪いことしてない。第2球座られない。生命保険とか入ったらもらえるから。センター掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。第9球投げた、初球空振り。いや、またドームやからいいですよね。甲子園なんかもいつ行っても暑いイメージあるし、暑いか寒いかだから。危ない球。第3球を、あ、でもそっか、オリックスファンになろう。投げました、打ちました。そしたら次は取りました。これでツーアウト、ランナーありません。第9球、グラウンドも見れるしね。ファール。第2球投げました、インサイドストライク。バッター追い込まれました。ちょっとなんかドキドキするけど、オリックスの客席。第3球打ちました、取ってよ。第1球投げました、もどもと違う席を。第2球投げました、セーフティーバントだ。ボールを取る、ピッチャーから一塁送球、アウト。ここ好きやな。ランナーはありません。第1球投げました、インコース高め、スライダーは外れたボール。第2球空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、外角ボール。いや、すごいな。投げた、打った、ライトへの打球、でも言えるよ、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。第1球初球外れたボール。第2球ストライク。十分ね、見えるんですけど、この席にいたら前に行きたくなる。なんかもうちょっと近くで見せてって思ってしまうかな。ここやな、ここは最高やな。こんなもん二軍戦とかで例えばこういう席に座ったらめちゃくちゃ文句言われる。お前分かってないやろみたいなことを言われる。で、なんか慌てて移動しないといけないみたいな。投げました。なんかね、そのこの席に座るのは誰々だみたいな決まりがあるみたい。第4球を、まあ、VR があればそんな悩みもなくなるし。切れていきます。ファール。投げました、流し打ち。山川ボールを取る。山川そのままベースを踏んでアウト。松坂まだ投げてるのか。これでワンアウト。第9松坂投げてるわ。見送って遅い球投げたな。投球これから2球とかも出してほしい表示。膝元サークルチェンジ外れて、サークルチェンジ。第3球を投げました、ツーシーム決まってストライク。第4球は高め、ボール球打った、取りました。いいね。これで2アウト、ランナーありません。第1球投げました。5回まで見てる俺も。これはもうノー編集でいきます。1球目ストライクから稼ぎだけ投げた。もう外れてますな。今のは警戒した守備位置に変更です。第3球ストライク、バッター追い込まれました。メットライフドームって西武ライオンズですよね。違うのかな、もしかして。投げた、ロッテか。ロッテはマリンスタジアム。第9投げた、取ったよ、三振。よかったね。サイスニードも見とこうかな。投げた、2球目ストライク。審判がちゃんとポーズ取ってるのが最近なんか新しい審判出てきてますよね。猫のポーズかなんか取る人ね。打球はレフトの左へ。マッスルポーズみたいなのも出てきてたけど、打ったバッター一気に二塁へ向かう。出てきたとか、あの人がまあ一番有名ですよね。もうなんかでも猫のポーズかなんか取る人おった気がすんねんけどな。この審判のパターンもね、いろいろ出してほしい。スライダーを外角高め投げました。上がってる。第4球を投げました、直球ストライク。もう一回速い球投げました、5球目ストライク。投げるかな。第6球を投げました、投げへん、投げなあかんわ。そらセンター前クリーンヒット。そら速い球、3球続けたらあかんわ。いいバッティング。スワローズここは中間守備を取りました。初球見送ってストライク。まずは決めてきました。たまに自信はあるんかな。初球ストライクから第2球見送ってボール。今のバレバレやったな。もう一回、もう一回。第3球を投げました、スライダーボール。
速い球いっとこう。投げた。コントロール空振り。148キロストレート。いいねいいね。どっちかな。ライト投げるかな。投げた。よしオッケー。一二塁間へ抜いていった。対応された。ライトからサードへ。スワローズ追いつかれました。この先タイムリーヒット。スワローズ内野陣はゲッツー体勢。二番この先か。外れてボール。第二球。手盛りともやこれで。よしよしよし。でももう変わった方がいいんちゃうかな、ピッチャー。第3球を投げた。打ちました。ああ、いいね。結構その変化球がいいよ。ドローンと来てる、ドローンと。ああ、もう変えた方がいいな。ドローンと来てる。うん。第2球。大事大事。投げた。あの球。まあいいでしょ、いいでしょ。もう一回外にスライダーとかどうですか。投げた。外角高め見送ってストライク。まあまあいいでしょ、いいでしょ。もう一回早いね、行こう。セカンド牽制球です。二塁タッチセーフ。投げました。打ちました。ちょっと山田交代。取りました。これでツーアウト。ランナーは最初に抑えられた。投げました。外角高め外れてボール。吉田大輝。さあ次の投球。見送ってストライク。吉田大輝。投げました。一挙手の吉田はまた違いますよね、多分。第4球を投げました。カットボールはボール。ということで今回は、VR パワープロ球場巡り、ここまで誰も聞いてないでしょうか。メットライフドームでした。ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。